テレビの6番町内決戦青コーナーよりアジアトングマイソン木村組の入場です。青コーナー6番町内決戦マイソン木村205番のアジアトング。サバイバルシャーク後楽園メインイベント60分1本勝負極門とタッグながら初対決、フリーズリー山本ブル中野選手の入場です。ブル中野フリーズリー山本対アジャコングバイソン木村の一戦です。さあ先に登場したアジャとバイソンを追って赤コーナーから今ブルとグリズリーの登場です。赤コーナー確定のスタート、グリズリー岩本 3WS メインチャンピオン290カードブルー中野ジャンディーゴブルーヤド全日本女子プレス 3WS 世界チャンピオンブルー中野、国門とナンバー2としてグリズリー山本、しかし今新しい波が極門島を揺るがしています。ナンバー3の座を狙ってきたバイソン木村、そして今が旬新しいヒール革命を目指すアジャコング、タッグマッチながらついにここ後楽園ホールにおいて極門島60分一本勝負、さあスタートです。リングに入場した際にも視察戦、さあゴングが鳴りました。さあ4人帰り乱れてます。ブルとバイソン、そしてアジャとグリズリーです。早くも両者場外カット、これは凄まじい試合。ブルが離れてください、バイソンに引く椅子、そしてアジャがグリズリーに椅子と、これはマットの上で試合が行われるのか。さあこの迫力、逆にグリズリーが宙に浮るアジャを打ち付けて、今度はこの放送席のそばです。ブルーがバイソンに息子を影響、今危ねえ危ねえ、斉藤さん大丈夫ですか。いや今ね控え室の方で前の試合終わったホッコ選手とヘルタ選手インタビューに行ってきたんですけど、ね、したいや戻ってこれなくなっちゃった。そうですか、アジャが暴れてていきなりもうね、はい、ゴング前からこのねシャウトしてますよ。あすさあリング上、そう試合はリングで行ってほしい。さあブルとバイソン、ああこれはすごい試合、新しい不安を開拓しているアジャとブルソン、そしてお前たちに負けていられないと余裕があるが目いっぱい頑張っていくブルとグリズリー、ブルとグリズリーがまあとりあえず先輩コンビということですね。そうですね、バイソンとアジャはいわゆる同期ですから、はい、パイルドライバーから、ね、あのこの極門島の中では、はい、やや地味な存在とされているグリズリーも、こういう試合になったら自己主張するいいチャンスじゃないかと思う、ね、そうですね、はい、また新しいお供のファンにはブルー中野っていう写真でしか見たことないレスラーなんですよ、はい、ですから本当にどのぐらいの、ね、エースといいますか、まあ、なんていうか大黒柱ですから、はい、どんな力があるのかなっていうのは見極めた方がいいと思います。そうですね、はい、長屋中佐ですとかあのクラッシュ連中が引退した時にですね、やはり全日本の看板をしょって出すのは私だということでエースの座看板張ったのはブ、ね、ルな感じでしたから、はい、さあ今度はバイソンからアジャに立ちました。アジャゴールに包まれた後楽園ホールで右と左のキックです。鋭い、そして強烈です。そしてパイルドライバーに捉えて脳天から抑え込んだアジャもあのウェイトでよく動けるんですよね。はい、そして噛みつき、さあこの4人で一番体力的には劣るグリズリーですけども、斉藤さん、いや全然劣ってないですよ斉藤さん、はい、バイソン失血しましたね、血が出ちゃった、はい、
今日からねバイソン、違うメイク出てきますから、はい、張り切ってました。その辺の、うん、細かいポイントをどういう心意気でね、はい、自分のメイクを変えたのかっていうのもよく見極める必要がありますね。はい、するものがあるんでしょうね。うん、レスラーがねコスチュームを変えたりリングネームを変えたり、はい、やっぱり自分の中で何か変わった時なんですよね。生まれ変わるという、うん、はい、さあ逆にグリズリーも新しいターニングポイントを迎えているこの一戦。さあ髪の毛を掴んだ。本当にグリズリー岩本にとっても一つのターニングポイントかもしれない。そうですね、言われてみれば、はい、さあゴーゴーバイソンコールに乗ってバイソン、これは非常に影武士ガウジングです。新しく誕生したって言いますかね、はい、新しくこっちに流れてきた男性ファンにとっては、はい、グリズリーよりもバイソンアジャの方が格が上に見えてるんですよね。これはいかんともしがたいですね。ところがね、前からの女子プロレスのファンにとってみれば、はい、岩本久美子選手の方がはっきり言って先輩なんですよ。そうですね、うんうん、さあそういった面から見てもこの4人バイソンをあんまり流血したね、ええ、流血の経験がないからもうちょっと切れちゃったなって思いますね。そうですね、ここのこの2人もコンビを組んでいました。さあバイソン木村バイソンショップ、カウントが入った。迫る、うん、新しいメイクの方が顔の表情がよく分かっていい。そうですね、うん、今発見したけどものすごく表情豊かな選手だ。さあカットが入って、やはり前回のコス、メイクというのは少し濃かったと今感じますね。の喜怒哀楽がよく見えないんですよね、はい、今だったら痛い時は痛い顔、喜んだ時は喜んだ顔ってのはすごくよく分かると思うんですよね、はい、さあ試合ですけどもバイソンがボディスラー、そして首を絞めてます。スリーパーに入りました。また今アジャが声出してますよね、はい、こうやってコーナーにいても試合休んでないんですよね。コーナーにいようが自分がタッチでリングの中にいようがもう自分が試合に完全に参加している、はい、すごいいい姿勢だと思うんですよね。さあ岩本も逆にこれはクローというよりも指立て攻撃です。これは痛い、10本の指が腿に。そしてブルの重いキックです。ブル中野選手今ウエイト100キロぐらいあるそうなんですよ、超えたと言いましたね、はい、やっぱりそれ練習不足で太ったんでなくて、はい、自分がやっぱりですね、言葉は悪いんですけど怪物的な存在になるために、意図的にね食べて増やしたという、うん、体重を増やしていったって言いますから、はい、そういったウエイトコントロール、まあ、逆ウエイトコントロールなんですけれども、やっぱそれすごいプロ根性だなと思いますね。そうですね、はい、そしてブレンバスター重い、ただのブレンバスターじゃないんですよね、はい、さあバイソンここでブルをチョップです。もう一発いけ、やった方がいい、もう一発だ。タックルを返した、やっぱり体格の差は致命的かな。そんなことないでしょう、うん、致命的とは言いたくないけど、そう思いたくないですね。だから真正面から組んだら勝ち目はないけれども、ねうん、今はね真正面からわざとぶつかっていくことで、気持ちを確かめ合ったと思うんですよね、さあ右からのラリアート、この肉肉しいポーズでカウントに入る。またね、今日ちょっと流血、思いよらずで流血をしてしまった木村選手、ちょっと興奮気味なんですけれども、はい、ブル中野にとってはこれ通ってきた道なんですね、自分が。そうですね、はい、来たももありましたね、はい、ダンプもありました、クラストもありました。さあ、バイソンがこの血を見て、さあ、ネックハンディングツリーです。さあ、セコンパートナーのアジャも心配してます。さあバイソン行け、3発だ。さあ失笑した蹴りがまた重いですよね。この左のバシバシという音で場外まだ転落です。さあ場外、この気をつけ、机にホーム席行きました。こっち来んなよ、
斉藤さんの言葉が多分通じてしまうでしょう。本部席の次はコレンダー解説席じゃないですか。いや、願わくばリングの中でやってもらいたい、ね、はい。そしてリング上に戻って、まあ、獄門対決だからしょうがないんだよね。さあ、アジャにかかってこいと。これは面白いですよ。バイソンはいいと。もうバイソンの次はお前だと。さあ、アジャ対ブル。本当はこれじゃないかなと思うね、はい、次の世代の悪の帝王を争うというのは。そうですね、うん、やっぱりアジャがね、もっともっとビッグになるのに、やっぱりブル中野を追い抜かないとダメだ。はい、さあ、ブルがタッチをしたにもかかわらず、まだバイソン、バイソン、これはもうどうにかどうにかバイソン木村がブル中に通じるんだってことをアピールしたいでしょう。ブル中の厳しいね。カウントが入る。ロープロープ、江藤さん、はい、闘争報道といいますか、人といいますか、タッチしたけどもまたブルにかかっていった。このブル中、さあ、もアジャとね、はい、あのブル本人もアジャとのぶつかり合いをもうちょっと先にわざと伸ばしたっていうような気がするね、はい、さあそのブル中野がグリズリータッチで今度はコーナーを利用した。グリズリーも今いいチャンスですから、もっともっといいところを見せてほしいね、はい、グリズリー岩本ラリアートからかわされてバイソンチョップです。さあ、ここでバイソンが普通な叫び、魂の叫び、その名はバイソン木村。今もろに入った右のキックです。グリズリーまだまだスタミナ残ってます。逆に返されてバイソンチョップが入った。そしてバイソンがアジャに立ち、さあアジャが満を持してアジャアタックです。体重90キロ、アジャコング、野獣パワーのアジャアタック。本当に自分の味をよく出してくれるね、はい、そして高上げて対空力の長いブレーンバサーカードに入る。ワン、ツー、アジャがスリアーク。これはもう自分自身に叫んでるんでしょう。ブレンバスター、カウントが入って、なんだ獄門島の、これはまあしょうがないね、反則だけど、これはブランク、これはもうへこんでしまった。4発、いや反則やめてほしい、うん、こういう形で試合を終わらせてほしくはない、そうですね、うん、さあ、いつも入った。アジアのことだからね、多少はこれがあると思ったけど、ちょっとバイソンもヒントしている。これをね、ブル中野に対してできたら大したもんなんですよ、本当は、ね、本来はね、さあ、ターゲットグリズリー絞ったアジアとバイソン、でも試合の過程であってほしい。決着はリング上で。フラフラしてるわね、これはバイソンがチームストグリズリーグロッキーです。あー、これは破損した椅子の上に、すごい発想ですね。鈍い音がしました。レフリーが認めません。本当は数えられないって言うんですね、反則ですもんね、はい、さあここでグリズリーがツームストーンか、もう天からもろくも白いキャンバスにグリズリー反撃です。グリズリーもね、やっぱりダフですよ、さあこれはちょっと頭を、うわ、やはり脳天失敬しました。ディス攻撃受けちゃったんでね、もう岩本も分かんなくなっちゃったんじゃないかと思うんですよね、はい、何がなんだか。さあ、先に中継した。さあ、バイソン、これはすごいわ。なんとグリズリーがバイソンよりも、これは非常な
もういても立ってもくれないエースブル中野。いや、そういうなんか今の展開でもってね、ブル中野が若い選手に置き去りにされちゃったのか、それとも敬遠されたのかっていうのは、これ今後すごい面白いポイントになってくると思いますね。はい、さあグリズリーはラフにしてます。そしてツープラット、やった、ブルがダウンした。初めてじゃないですか。はい、はい、アジャとバイソン、もうこの際2人がかりでも何でもいいですよ、ブル様を。うわ、しかしそうはいかねえか、簡単に右と左のラリアートで両者ダウン。立て、アジャ。ここでアジャをブルがラリアート倒れんなよ。おお、よし、さあ耐えている。やっぱりね、アジャ、これはブルと本当にやんなきゃダメですよ。はい、はい、このいったらしい表情いいですね、アジャ。うん、まだまだ精神的には負けてないね、さあよし、タックル合戦。15分経過。いや、逆にブルはラリアートに返した。そしてダウンしてグリズリーが捉えてブルをボディスラムだ。そしてブルが最上段から、うわ、イノシンドロップだ。バイソン入った。まだデバイビング、カウント2です。サバイバルシャウト、この魂を4人がすでにもう8球ばかりで、さあ裏剣、裏剣をアジャもやられながらよく見てるね。アジャの裏剣がブルー中野に、そして頑張れ、アジャはもう1回だ。そして抱え上げた。やっぱりウェイトがあるからね、ブルは。さあ悔しがるアジャをブルがすかさず、アジャもね、ウェイトなら負けてないですからね。ハンドルドライで耐えるドライバーです。ボールが入ってブル、飛ばしてキックです。ここでバイソンを捉えたブルと、さっきのお返し、やられちゃったから、これはいかんとの仕事でしょう。ちょっと岩本選手出血のようが尋常じゃないですからね。しない攻撃を切れちゃってますね。はい、バイソンが耐えてます。あー、切れた、グリズリー。さあここで次第攻撃の後は DDG です。今の DDG はいいタイミングだったね。はい、逆にヌンチャリだ、ね、イス攻撃があった、ドラム缶があった、何でもありだ。今日はシナインがあった、サバイバルスタートにヌンチャクだ。トンファだ。でもね、こういう競技攻撃は1回ずつにしといてほしい。そうですね、最後は技、これは背中を突き抜きた。やっぱり最後は技でやってもらいたい。そしてバックへ回ってバックドロップ、今なんか返球へのバックドロップって感じがしましたね。はい、バイソンホールの対戦カウント2です。またもやグリズリーのしない攻撃。さあ、コーナーに登ったけど、アジャが阻止している、この間にバイソンが、これ、市内取り上げなきゃダメですよ、これはきつい、そしてグリズリーが抱え上げて、コーナー中段へバイソンを抱え上げた、バイソン逃げろ、なだれ式狙ってんじゃないかな、髪の毛ホイップでカットが入って、ワン、ツー。グリズリーもうしないはやめてくれ。そしてグリズリーからブル中野、ブルがバックドロップ、カットだ、あとが2、カウント2です。ほとんどカウント3と思いましたよね、
斉藤さん、はい、ついにバックドロップが出しましたね。ノーザンノーザンライトスープレックスカウント2で巨体の終わりにまたいろんな技を持ってるんですよね。ブルはアジャの足とも速かった。カウント2です。なんとバイソンブルのスープレックス3連発です。いや、よく返したと思いますね。はい、そして足を捉えてスコーピオンに入ったブル。バイソン、これはきつい。コーナーへ逃げろ。さあ、声を飛ばすアジャ。さあ、アジャの右キックに出す。さあ、すかさず、なんだ、アジャが姉妹を取って、ブルーで一撃。これは逆にグリズリーだ。もう竹刀は使わないでくれ。ブロッキーのバイソン、そしてタイマー20個増やして、竹刀を受けているブルー。受けるだけ受けといて、ブルーはブルーやめてくれ、もう竹刀攻撃はやめてくれ。涙が出るね。ええ、もう竹刀攻撃は本当にやめてくれ。いや、アジャの頑張りに今涙が出たね。サバイバル、シャウトにこれでもうシャウトしすぎてる。竹刀はやめてくれ。アジャ今度バイソン木村、そしてグリズ中野、グリズ山本、技を、そうだ、技を出すんだ。頑張れアジャ、君たちには技があるんだ。シャウトするんだ。いや、あんだけやってどのぐらい頑張れるかっていうのをブル中野、なんていうかアジャと木村テストしたんじゃないかな。そうですね、うん、そして思いっきりそれに応えましたね、ブルもアジャも。だけど木村ですね、そうですね、バイソン、そしてアジャ、技を出して加減して、そしてグリズリーもブルマ、技で対抗してほしい。いや、技っていうかもう気持ちのプロですよこれは。さあ、ここでホーム回転できた。気をつけてください。アジャとブルが、お前様、危ないですから離れてください、離れてください。はい、そしてブルとアジャは場外。はい、離れてください。アメさん、あっちで俺こっち見て、はい、さあ、右でバイソンはグリズリーを捉えた。お客さん、そちらどうですか。今、観客席の中段に向かってますよ。そうですか。こちらはグリズリーがダウンしてます。離れてください。グリズリーダウンですか。立ち上がれません。また来ちゃったよ、こっち。30 404射今16、カウントが進んでました。はい、ブル中のリングに上がりました。そして3人は17 3人はまだ17リング前です。18ブル1人です。リング上にブル1人。カウントは大丈夫だったみたいですね。はい、いや、今もうすぐのところでカウント20いっちゃいそうだった。危なかったですね。さあ、リングに残ったブルがラリアとアジャに一人でカウントに入る。バイソン、綺麗なアシスト、速い。はい、木村も頑張ってるね。はい、さあ、ブルとアジャのエース同士、投げろ投げろ。アジャがブルのブレンバスターカバーに入ってカウント1、2。アジャがね、ブル様を投げられるようになったらもう大したもん。そうですね、はい、4人よくやっている。グリズリーブルからタッチで、あんまり目立たないけどグリズリーもアジャやって持ち上げちゃうんだから、力はありますよね。さあ、ギュートのボディスラムといい、なんなくこなしてますね。うん、ふっとしたらものすごい力持ちじゃないかな。はい、そしてグリズリーの、あー、ちょっとちょっと崩れたけども、ね、気持ち的な気持ちでカウント2。でもね、ああいう投げ方すると自分の膝ちょっと
ひねっちゃったりね、危険がありますね、うん、今のダブル2が脳手に入ってカバーに入った、ね、ワン、ツー、グリズリの頑張りも光ってます。そしてアーチャーを飛ばした、逆にキック返された、バイソンのバイソンチョップでダウンしたグリズリー、バイソン2発目、次第の乗り用車、サイドスリー使い方でやっぱりね、木村選手全日本女子プロレスで1位に争う練習熱心な選手ですから、はい、こういうところで出てくるんですよ、シャープの技が。そうですか、もう喧嘩マッチの中にあっても体力の差とかスタミナの差、いつも練習してる蓄積園もう随所に出てきちゃうんですよね、はい、さあ連携プレーでグリズリーを追い詰める。25分経過、タイムは25分経過しました。アザがグリズリーを中段に捉えてなだれ式で中段2段目に登った、ブレーンバスターの体勢です。なだれ式でパワースラム狙ってんじゃないかな。パワースラムですね。カントが入る、ワン、ツー、ブルがアシストに入って、ここでバイソンとブルです。まだまだブルは大きい壁ですね。はい、グリズリー、そしてバイソン倒してます。しかしブルはまだ武力十分、20分です。アジャ、バイソン、そして試合の権利があるのは誰と誰ですか。今はですね、グリズリーとアジャでしたね。あのアシストに入ったのがバイソンとグリズリーとアジャ、アジャの7人目のパワースラムからですよね。2人ともアシスト入りましたから。そうですね、はい、さあ権利があるのはアジャ、ここでグリズリーがダウンしてます。持ってこい、椅子だそうです。まだ場外来ました、危ないです。お気をつけください。ブルが椅子でアジャを、さあそしてリング上はバイソンがグリズリーを、バイソンチョップから後ろが固めてジャーマンスペクションになりました。カントが2、3入りました。あー終わった、フィニッシュは26秒、ジャーマンスープレックショーバイソン木村がジャーマンスープレックショーでグリズリー岩本を仕留めました。本日のメインイベント、ハマらずないサバイバルシャウトイン後楽でアザコングバイソン木村が獄門島の先輩ブル中野グリズリー岩本に勝ちました。いやー、ものすごい試合だった。加藤さん、はい、一言でお願いします。いや、一言では言えない、もうこれは気持ち、4人の選手の気持ち、後楽に集まった自然の気持ちが全部空中で爆発して飛び散ったような試合ですよ。そうですか。あー、どうした。そして胸を打ちました。涙が出た。一連の思いがサバイバルシャウト、やっぱりね、はい、プロレスは心のスポーツだと思いますね、はい、やはり心、魂、スピリット、ソウルフルなスピリット、やはり上昇気流に乗って諦めてはいけない明日を信じた全日本女子プロレスの面々、新しい戦い、これからも見逃せません。これで木村とアジャの中でまた何か変わるんじゃないかな。そうですね、ちょっとリング上なんですけども、はい、ブルーとアジャが最高さ、試合がまだリングの中に、試合が終わったとはいえリングの中にいるから、まだ興奮して分かんなくなってるんですよね、はい、でこれがしばらく経って今日の試合どうだったかなと振り返ると、いろんなこと自分たちの中で答えボタンが出たんじゃないかと思う。そうですね、はい、また振り返ってみて、はい、いい意味のプラス思考ですね。いや、素晴らしい試合だった。よくやった。特に今日はバイソンとアジャの頑張りですね、はい、多分打ち返ってなんか歓喜余って泣いたらいいと思いますよ、ここでマイクアピールです。
ズリーと男子コットは立ち上がりません。何度も言うだけど本当に素晴らしい戦いでしたね。そうですね、はい、その一応に尽きると思います。そうですね、コラケンフルのお客さん、大宮で決着つけよう。男子だ、負けたら極満雑談やめてやるよ。よし、絶対てめえから2バップ取ってやる。絶対取ってやる。しなかったら殺してやる。ブルナカノ、そしてアジャコング、この2人はクラッチです。大宮スケールセンターにおいてデンジャラスゾーンナイト、ついに全日本女子プロレス16年ぶり金網デスマッチ、マノアマノシングルマッチを行います。これはやはり殺し合いになる。アジャが前に仕留めてギブアップを取ってる。ブルはお前には負けないと言ってます。しかし試合の内容を皆さんには見てほしいと思います。凄惨な情がなんと血だるまになった3人、しかしよくやった、そして素晴らしい攻防、諦めてはいけない新しい夜明けが、そして全日本女子プレスの新しいストーリーが誕生しました。サバイバルシャウトインコラゲン、メインイベントはアジャコング、バイソン、木村がブルナカのグリズリー山本を破りました。勝ってやる、そしてブルはやってみろ、この1号です。